いしょ。ね。こんばんは。こんばんは。こんばんは。さあ始まりました。さあ始まりました。アイスのインスタライブ。はい。本日はどのようなお題でしょうか。やめてもらって。ちゃんと。まあまあまあ。ちょっと待ちましょう。そうね。はい。ちょっと待って。これ。遅れちゃったんで。そうね。まず。遅れちゃって。すみませんでした。すみませんでした。申し訳ない。帽子は外して謝るもん。はい。僕たちはアイスです。はい、今日は何の日？今日は僕の弟の誕生日です。やめろ。そうなんだけど、そうなんだけど、はい、今日は6月14日そうです。はい、ハクト君の誕生日です。イエーイ、おめでとうございました。ありがとうございました。何歳になったんですか？18歳です。おめでとう。大きくなったね。おじいちゃん、じゃあどうして大人組がまた一人増えたと。ね、そう、俺だけじゃん、取り残されたもんね。確かに、なんか年で俺とのタクトはそう、同い年だったのにさ、ちょっとなんか違和感あったもん、俺だけ18歳みたいな。ね、いつの間にか俺だけになっちゃったね。そうそうそう。まあまあまあ、いずれなるから。いずれなるから。今は辛抱。そうだね、辛抱。辛抱。まあ、どうです？18歳になってさ、18歳になって日が経ちましたけど、結構変わったことある？変わったこと、ね、リリースイベントでも言った通り髪の色しか変わってないんですけどだいぶ変わったよ。だいぶ変わった。結構大きな変化だよね。あれはじゃあ誰が一番最初になんか、ね、あーメールとかでさ、あーお誕生日おめでとう。そうそうそう。市街行くだった。おお、仙台だ。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 市街行くは、なんか俺市街行くから来ると思ってなくて、で、普通にあ、もうそろそろゲームして寝ようと思ってた時に、あ、もう12時なんだ、そろそろかなと思ったら市街行くから LINE が来て、おお、みたいな。でも、その後え、なに？なんでもない。その後なんか市街行くから誕生日おめでとうって言うと、ボイメンが送られてきて、ボイメン？なんて聞いた？何だ何だ？なんかギターとともにハッピーバースデー。いいやつだ。めっちゃいい。やっこいつ、いいやつやと思って。シュールだ。すごいシュールだけど。シュールとか言うじゃん。結構おもろい。ちなみに中身何番目だった？え、中身何番目だった？送ってないことはないよね。まさか送ってない？あれ？そうでしょ。夜中ぐらい。いやでも柳から送られた気がする。いやいや、フライングだよ。あ、フライングだよ。カウントされないからさ、毎回恒例のね。そりゃそうだよ。ちなみに2番目は誰だった？2番目お前やろ。だから聞いたよ。言われたい。3番目はアクネじゃない？マジ？マジ？アクネだ。いいやった。今わかんなくて聞いたけど。じゃあ、いっちゃいますか。恒例のね、例の、例のものをあれにください。例のものを、例のあれに準備してもらうものをお願いします。はい、誰ですか、行くのは。じゃあ、僕行ってきます。今日は、ダメです、ダメです、待っててください。これはちょっと帰るから行ってます。はい、じゃあ、行ってきます。行きます。その間に、はい、はい、そう、リリースイベント行ってきます。はい、ね、行ってきます。行こうかなと、やめろ、お前ら話していこうかなと思います。はい、はい。はい、まあ、2日間、ね、連続でリリースイベントやらせていただいて、はい、うん、僕にはありがとうございました。濃かったですね。そうだね、土日濃かったね。しかも1部2部だからね、今日。うん、そう、確かに。まあ、でも昨日もね、1部やった後バディーズさんのオープニングアクトとして、うん、まあ、やらせていただいて、本当にね、はい、楽しかったですね。楽しかったね。たくさんキャンディーとサニーロード踊ってきてた。そうだね。もう、うん、多分、やっぱこう毎度毎度来てくださってる人はもう、うん、もう口ずさんだりできんのかなって思っちゃう。できるでしょ。確かに ね、 もうその気になるよね。うん、まあ、次のリリーベダンも
全部完璧にできるんじゃないかな。大合唱みたいな。歌ってみたい。キャンディー大合唱みたいな。そう、サニーロードがサビとか全部歌えるんでしょ。スパルタすぎるな。イベントでしかね、まだ行けないからさ。まあでもいずれそんなにいたいよね。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアハルト、ハッピーバースデートゥーユー。すげえ。ちょっと待って、ちょっと来た、おめでとう。食べれるんですか？花食べれるらしい。食べれるんだ。そうですね。すごい花だよ。食用好きや。うわ、花好きなんだよ。だって好き、好きだから。しかも緑だしね。俺これが来るとは思わなかった。普通にすごいね。すごい。めっちゃいい反応するじゃん。どうだった？嬉しいよ絶対。おしゃれだね。こんなの作れるの。おめでとう。ありがとうございます。おめでとう。おめでとう。おめでとう。じゃあね、ちょっと写真のお時間の中です。ハイカピクチャータイムです。メガピクチャー撮りたいと思いますね。はい、じゃあちょっとお願いします。はい、じゃあ行こうか。あ、いいですか。お願いします。やった。え、マジケーキすごい。写真だね。そうだね、一人で。まず一人の。あ、そうだったな。そうだ、これ逆になったら新鮮。逆になる。笑顔でオッケーです。おめでとう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 ございます。食べれるのか気になる。ありがとうございます。すごいな。これなんか切るの難しそう。ありがとうございます。じゃあ次はみんなで。そうだね。撮ろう。思い出撮っちゃいますか。そうだね。撮らせていただきます。メモリーね。うん。メモリアル。ちょっと片付けた。素敵な。はい、じゃあカメラに向かって。はい、チーズ。はい、ありがとうございます。おめでとう。おめでとう。おめでとう。あと、自撮り。あ、自撮りやろう。来ました。いける？はい、じゃあ、いけるか。いけるか。入るかも。入ります。あ、いや、後ろ回った方がいい。あ、大丈夫。いけそう。せーの、ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。あくくん、実はそのケーキ、誰かがデコレーションしてくれたの。え、あ、これ腹って元から付いてるやつじゃないんだ。そう、デコレーションした。デコレーションしたんです。誰か当ててみて。誰でしょう。誰でしょう。誰ですか。誰、誰ですか。え、タケノとリュウトとか。おー、あ、でもそうなんですね。俺は合ってる。あ、滝野は合ってる。そう、俺は合ってる。あと、ビンテージじゃない。もそもそも知らせないね。トッシーやな。目が輝いて。2人そうなんです、2人で。センスあるね。え、なんかめちゃくちゃいい。すごい。もともとは、そう、お花が何もなくて、それからそう、食べれる花を食べれるの作ったの。センスあるな。食べれるお花ってあんだ。あるらしい。甘いから。どんな味する。確かに、どうなんだろう。俺の部屋掃除してほしい。どういうこと。めちゃくちゃ綺麗になる。まあじゃあね、ちょっとね、ケーキを入刀してもらいましょう。入刀。ケーキになります。入刀。ごめんね、ちょっと横に、ちょっと危ないんで、すいません、危ないんで。はい、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 ゆっくり、はい、ゆっくり、慎重に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 。え、すげえ綺麗。うわ、すごい。ミント色みたいなのいいよね。確かに。ミント、ミントなのかな。わかんない。緑、ミントっぽい。なんだろう、水色っていうか。水色と緑だね。この T シャツみたいな。じゃあ切っちゃいますかね。切っちゃいますか。よろしいでしょうか。はい、はい。カメラ、カメラちょっと。ごめんね、お持ちになって。いきます。お持ちになって、お持ちになって、こうやる。お持ち。じゃあ、じゃあちょっとやってください。入刀式始まります。はい、綺麗に切れるかな。ギコギコはしません。あ、これは綺麗。え、綺麗。めっちゃ綺麗。え、金のうますぎだろ。
いや、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃうまい、なんかうまいな、今日のために練習してきた。いや、うまいさ、毎回切ってくれてるからさ。そうね、あ、もう慣れちゃった、ね、そうだよね、確かに、いつも教えてくれてるもんね、いつもあっつくんが切ってるもん、ね、ごめん、なんか今回もまたね、切ってもらっちゃって、誕生日せっかく祝われる側なのに切らせちゃって、切るのが楽しいのかもしれない、ね、1、2、3、4、え、うまい、いや、うますぎる、さすがハクト、さすが、なんでもできるの、え、なんでもできる、めっちゃうまいやん、じゃあ一つ取ってもらおう好きなとこ選んでみて、花多めのところがいい、なんだろう、花全部取ってもらってもいいです、ちょっとこれを、あ、確かにそこ美味しそう、そこでいいんですか、うわ、断面うまいな、うまいな、取り方うまうまい、うまい、ありがとうございます、はい、気になる、断面すごい、断面なんかオレンジっぽい、オレンジ、すごい、何味なんだろう、じゃあなんかメロンいただいてもよろしいでしょうか、どうぞどうぞ、はい、ちょ、花だけ言って食べていい、あ、確かに、めっちゃ気になる、めっちゃパリパリしてる、味しないよな、しないよ、ちょっとどうですか、おいしいよ、おいしい、おいしい、おいしいの、おいしいだって、おいしい、わかんない、おいしすぎる、なんか、わからん、うだに、ケーキと一緒に食べようね、あ、確かに、それもあり、それが香り付けなんじゃない、飾り付け、うん、うん、おぉ、おぉ、サクサクして美味しそう、何味なんですか、味、確かに、これ、分かんないよ、大丈夫、大丈夫、バニラ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 、この色、見た目で、うん、この見た目で、おしゃれなバニラだよね、あ、これ確かに、花めちゃくちゃいい感じに食感出てる、あ、いいですね、面白い、シャキシャキ、うん、おしゃれ、サクサク、ね、レタス、おしゃれ、いいね、サクサク、らしい、そう、みんな乾杯よ、乾杯、乾杯、乾杯もしてます。もう飲んじゃってるやん、やがり半分ぐらい飲んでるやん、じゃあ、乾杯しよう、飲んでるから、今じゃあ、飲んだ気分、はい、ハクトさん、お願いします、はい、皆さん、ありがとうございます、18歳、頑張ります、おめでとうございます、乾杯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 、タケル上来る、タケル、お前、上来んだ、あ、こぼれ、絶対ダメだ、何して、いただきます、乾杯、いや、うまい、マッチャ、マッチャ、正義、いや、すごいわ、これ、いや、初めて見た、しみる、え、なんか来てる、おめでとう、おめでとう18歳おめでとうだって、ありがとう、出たっすか、やっぱり、やっぱり、乾杯って、乾杯大丈夫か、これ配信なって、なんだよ、ちなみにこの後ろ、あ、そうね、書いたんですけど、見えの地だなってるよ、俺外国じゃない確かに見えだから、ね、あ、見えも、みんなね、みんな動画を使うの、え、誰が一番上手いと思います、俺でしょ、あの、18歳の、18の子、俺です、これ俺です、これ俺です、ちょっと、お前名乗れよ、名乗れよ、言えません名乗れよ、パンダの本気に触れてくれた人がいたんですよ、マジ、あ、マジ、分かってくれたんだね、分かるんだね、腹巻き、あ、本当だ、俺気づかなかった、すごいでしょ、分かるよ、ね、俺が描いた、これ花火だね、これちょっとね、なんかすごい、どれが甘いですか、あ、俺のはすぐ分かるって、やったね、なんだと、なんで分かる、どれ、あ、でもこれ、僕のどれか分かる、うまいって、めっちゃ嬉しそうめっちゃ嬉しそう、まあ、特徴あるからね、パンダの本気ってそんな、俺を、一応僕も描いたんだよ、いや、パンダの本気どこに、どれ俺一応描いたよ、一応描いたよ、あの赤いやつ、赤いやつ、ちょ、お前それは左のやつが気になるんだよ、誰だよ、誰だよ、おい、名乗れよ、その左の赤いやつ、その左誰だよ、マジで、え、挙手しろ、誰だよ、分からん、誰のやつだよ、誰だ、知ってるでしょ、これ、誰だよ、やがみ、お前か、お前だな、名乗れ、はい、お前か、パンダの本気ね、うん、ごまかす、ごまかす、かわいいよね、かわいいよね、じゃあまあ、あとは誰がね、うまかったか俺が決めるんで、お、いいんす、ね、お、うまかった、あ、じゃあ今決めるわ、お、うまかった、まあまあ、もうこれはもう答え出ちゃってる、それもう出てるよね、パリセなんかね、人間パリさ、絵描くときさ、目とか描き方ああなっちゃう、絶対、ああ、もう口ナイキじゃん、眼球下に下がっちゃう、怖いあのなんかコメント欄で囚われたパンダって書いてあるんだけど、やめてください俺も檻じゃないんですよ、まだやりだ、檻じゃないんですよ、だよな、いつか見えんなって思う、黒い腹巻きしてるやん、おい、おい、やろ、俺のやろ、黒い腹巻き、なんかでもトッシーかリュウトで迷うわ、おお、俺ないんだ、俺のねポイントは外れちゃう
でも鼻の感じでは多分リュウトないよ。あでも理想で言ったら多分こっちなんかな。理想理想あ理想、ね、いやわかんない。でもどっちもうまい。どっちもうまいだ。おっ勝者2人が同率1位てなわけで、はい、そろそろキラリにも行きたいと、はい、あ、思います ね、 そうですね。はい行きましょう。早いですね。それ書いておいて。早いね。それ書いておいて。え、なんかんカメラマンせな。あ、ここだ。じゃあここでよし。おいこっちの方。はい、というわけでね、僕たちの、メジャーシングルキャンディーが8月の16日にリリースします。イエイイエイ。そしてね、キャンディー の、 そのリリースイベントはね、はい、来週には、汐留と、立川星ヶ谷星ヶ谷星ヶ谷エイクタウンでねやりますので、皆さんぜひお越しください。はい、はい、お願いします。はい、ホームページたくさんあるので、はい、チェックしてください。はい、お願いします。さらに、さらに、超特急さん B9 アンリミテッドのイベントに、私出演させていただきます。大阪と愛知と横浜で出ていただきます。はい、はい、楽しいですね、これも。さらにさらに、はい、僕たち8月5日に、うん、ファーストコンサートのアイスラビューもありますので、皆さんそこはね、あの一般発売というか、はい、はい、チケットチケットが一般発売されてますので、ぜひ、チェックしていてください。はい、はい、はい、というわけで、はい、もう、はい、インスタライブはここら辺にして、はいはい、そろそろキラリの方に行きたいかなと思いますので、なるほど。インスタライブをご覧の皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。この後もキラリの方に行くので、皆さん、ぜひお越しください。はい、はい、以上、僕たちはアイスでした。ありがとうございました。ありがとうございました。